皆さんこんにちは、安部氏です。聞く読書、1日密着、Amazon Audible 生活。ということで今回は Amazon Audible とミステリー文学の本棚のコラボ企画をお届けします。今回は1日密着企画みたいな感じで Amazon Audible を実際に利用しているシーンなどを紹介しながらおすすめしたいポイントだったり、あと実際に使ってみた感想などなどお伝えしていきます。そもそも Amazon Audible って何っていう方もいらっしゃると思いますので、まず簡単にサービスについて説明します。Amazon Audible は Amazon がお届けする音声で手軽に本の朗読やポッドキャストが楽しめる世界最大級のオーディオブックサービスです。Amazon Audible 会員になると月1500円で12万以上の対象オーディオブックやポッドキャストが聞き放題で楽しめます。続いて Amazon Audible の3つの特徴を紹介します。特徴その1、ビジネス書、自己啓発書、現代文学、児童文学、アニメ関連&ライトノベル、洋書などを網羅。各カテゴリーにおける名作から話題の新作まで幅広いラインナップを取り揃えています。12万以上のね、対象オーディオブックって紹介したんですけど、本当にもう聞ききれないよっていうぐらい、もうずらっと作品が並んでいて、この後も詳しく紹介していくんですけど、もちろんミステリー小説もあります。特徴その2、プロの声優に限らず、実力派の俳優や女優、著名人、さらには原作者など、作品の魅力を最大限に引き出すため、その本と最もマッチする人物による朗読を実現しています。この朗読も本当にすごくて、ミステリー小説って結構登場人物多いよっていう作品結構あって、その作品に出てくる登場人物を一人で演じ分けられていたり、その作品の世界観により没頭できるみたいな、すごくね面白いです。特徴その3、 iOS や Android アプリはもちろん PC や Alexa 搭載デバイスなどシーンに合わせた利用が可能で、再生速度の調節やスリープタイマーなど便利な機能があります。スマートフォンに Amazon Audible のアプリを入れておけば、移動中とかもういつでもどこでも読書をすることができます。通勤とか、あと散歩とか、あとは家事をしている時とか、手は空いてなくても耳さえ空いていればながら読書ができるっていうのがもうめちゃくちゃいいです。そう、最近だとリモートワークされてる方とかもね、結構増えているのかなって思うので、家事の量が増えていたり PC 作業がねどうしても多くなってしまうので、もう目がねすごい疲れているよっていう方にもおすすめです。というわけで Amazon Audible のサービス概要と、あと3つの特徴について説明してきたんですけど、実は以前一度動画で紹介しています。こちらね昔の動画なんですけど、その動画をアップした時に知っていたんだけどきっかけがありませんでしたとか、そういったねメッセージを結構ねいただきました。なのでね、今回はもうねお知らせしたい。先ほどサービス概要のところで割とねさらっとめに紹介してしまったんですけど、 Amazon Audible 聞き放題になっているんですよね。そう、今回こちらの動画で一番強調してお伝えしたいところはこの聞き放題です。以前は聞き放題ではなくてコイン制になっていて、1ヶ月に聞ける作品数が限られていました。その制限のある状態から今回聞き放題サービスへと移行したということで、これ個人的にはかなり衝撃的でした。コイン制の時代から利用してきたんですけど、このサービスの変化はもう本当に革命だなって思います。聞き放題サービスっていうのがそのニュースとしてね飛び込んできた時から、実はこちらのサービスも利用していて、その2月の間中ずっと聞いてたっていうねなんならもうその2月の1ヶ月間は1ヶ月 Amazon Audible 生活してみたみたいな、一人企画やってたぐらいの勢いでめちゃくちゃ聞いてて、その聞き放題サービスに移行してから現時点まででに30タイトル以上は聞いていると思います。実際に聞いてみた作品をちょっと一覧で紹介するとこんな感じです。北条慶さんの時空旅行者の砂時計とか、車仙道由紀さんの俳優園児の殺人とかね、あとはシリーズ作品結構聞いていて、米沢ほのぶさんの古典部シリーズとか、知念美希人さんのアメクタカオの推理カルテシリーズとか、小野冬美さんのゴーストハントシリーズなどなどですね。これまで気になっていたんだけど今までね読んでなかった作品がたくさんあったので、個人的にはあこれもあるみたいな感じで、それでもうほんと嬉しくて一気に聞いてたっていう感じです。はい、というわけで早速紹介していこうってわけなんですけど、もうすでに利用しているサービスなので、実際に自分がどういう時に利用しているのかとか使ってる様子とかをお見せしてしまうのが一番お伝えしやすいのかなと思って、今回はね冒頭でもお伝えしたんですけど、1日密着っていう形で今こんな作品聞いてますとか、 Amazon Audible のおすすめ
すめ利用法みたいな感じでお伝えしていけたらなと思います。で、このね、一日密着を終えて一番最後に今日一日合計で、じゃあ何時間ぐらい聞くことができたのとか、実際のところどうなのみたいな、そういったものをね、まとめてお話ししていきます。はい、というわけで早速今日一日やっていこうと思うんですけど、まず今日は買い物に行こうと思います。まずね、シンプルにすごいおすすめなのが移動中に聞くっていう使い方です。移動するとき車で移動することが多いんですけど、その間中ずっとねオーディブルオンにしていて、でそれでね行き帰り聞けるんで、結構まとまった時間読書することができます。移動中に聞く作品は今村雅弘さんの魔眼の箱の殺人です。こちらはね大好きなシリーズ作品で、出かけるときはこの作品みたいな感じでもう繰り返し繰り返し私聞いてる作品なんですけど、今日もねこの魔眼の箱の殺人を聞きながらお出かけしてこようと思います。はい、というわけで今出かける準備が終わったので、整ったので、これからね出かけてこようと思います。今日はね今午前中なんですけど、いろいろね買い物する用事があるので、ぐるっていろいろなお店を回って、最後にねちょっとお昼ご飯を買って帰ってこようと思います。はい、それでは行ってきます。はい、帰ってきました。というわけでお昼ご飯はマックです。そう、一つね、お伝えし忘れてたのが、作品をダウンロードする機能があるので、あらかじめね、スマホにその作品をダウンロードしておけば、どこでも聞くことができるっていう感じで、ダウンロード済みの作品を聞いてきました。この他にはね、ダウンロードしなくても、ストリーミング再生みたいな感じで聞けるモードもあるので、聞く環境によって使い分けることができるっていう風になってます。そう、マガの箱もちろん紙の本でも読んでるんですけど、今結構ね、緊迫したシーンというか、登場人物たちが結構疑心暗鬼に陥ってみたいなシーン読んでるんですけど、臨場感たっぷりっていう感じだし、あとは登場キャラクターたくさん出てきてるんですけど、小さい男の子もいればおばあさんもいるみたいな作品で、それがもう全部ね演じ分けられているっていう感じで本当にすごいです。もちろんね羽村くん、ひるこさん登場していて、ひるこさんっていう感じの羽村くんの演技とかすごいなって。いや、ちょっと、すごい読書体験ですね。うん。魔眼の箱を朗読されてる方、浅井晴美さんという方なんですけど、この方の朗読すごい好きで、Amazon Audible 利用してると、この朗読好きっていう方に絶対出会えるので、その方の名前で検索して、で、他の作品を読めるっていう、本当にそういう出会いとかも楽しいので、これもおすすめの使い方ですね。はい、というわけでね、今からお昼を食べます。買い物から帰ってきて、1時過ぎぐらいですね。で、今回買ってきたのが、チキンクリスプとチキンフィレオ、あとはポテトの M サイズということで、今回はねダブルチキンですね。マックを食べながら作品をね聞いていこうと思います。次に聞く作品は知念美希人さん、アメクタカオの事件カルテです。こちらの作品は途中まで聞いているんですけど、結構ね続きが気になる感じになっていて、まだ中盤の方なんですけど、続きが気になるとか結構物語の方が佳境の方に入ってきてる時は食事をしながら聞くっていうことも多いですね。でお伝えしたいのが、知念美希人さんの作品ってAmazon Audible 結構あります。これびっくりしたんですけど、あれ知念美希人さんの作品多くないみたいな。アメクタカオシリーズのシリーズ作品なんですけど、こちらの作品は先週ぐらい、結構最近になってオーディブルに登場した作品で、すごい嬉しいです。あとは最近の作品だとガラスの塔の殺人もあります。本屋大賞ノミネート作品なので、本屋大賞ノミネート作品が発表されてみんなその作品読んでるっていうこの時期にオーディブルで聞けるっていうのは嬉しいですね。あ、そう、ちなみに本屋大賞関連で言うと、米沢ほのぶさんの黒狼城もオーディブルにあります。黒狼城は直木賞も受賞されていたり、その年末のミステリーランキング1位独占みたいな作品なので、そういったね話題作もすでにあるっていうのがねすごいなって思います。そうだ、ちなみに飲み物はクラフトコーラということで、三ツ矢サイダーのコーラバージョンみたいな、今までね全然見たことなくて、そうマックといえばコーラだと思ったのでこちらをね買ってみました。あ、すごい香りはもう完全にコーラ。クラフトコーラって何なんだろう。コーラですね。うん、そうだ。ちなみに、イヤホンはね、こちらのね、Bluetooth のイヤホンを使っていて、首にかけるタイプのやつですね。ここが、マグネットみたくなってて、止まるっていう。なので、なくす心配がないっていうので。作業中とかはいつも首からこれを下げて、だいたい一日過ごしてるっていう感じですね。
それではいただきます。そういえば前回オーディブルの動画をアップした時に視聴者さんからいただいたメッセージですごい嬉しかったことがあって、前回もねこういう使い方おすすめですみたいな話しているんですけど、その中で語学学習にも使えますよっていうねお話をしました。要所とかもいっぱいあるので、英語の勉強がしたいとか、他にもねいろんな言語のその本が出てるんですけど、語学学習とかしたいなっていう方にすごいねぴったりだなって思って、でその方もそういった使い方をするイメージがなかったので、それをきっかけに使ってみようって思ったっていう風にね言ってくださって、すごくね嬉しかったです。ごちそうさまでした。いやマックね結構久々だったんですけど、いや美味しかったです。まだ次にねやることがあるので、それも同じく聞きながらやっていこうと思います。というわけで次のシーンへ。はい、というわけでここからは料理をしていこうと思います。今日カレー作ろうと思って、でカレーを作る時におすすめのライフハックがあって、一度に野菜を大量に切ってこのジップロックに詰めて冷凍しておくっていうね、以前ツイッターで見かけてからちょこちょこ実践してます。というわけで今回もね野菜を大量に切っていくので、その野菜を切っている時間を使ってまたさっきの続きから聞いていこうと思います。はい、無事に下ごしらえ終わりました。だいたい1時間ぐらいで3パックをね作り終えましたね。シーフードカレーなんで、これでね1回分の野菜を炒めてそのままカレー作ることができます。お肉入れる場合はここにもお肉入れて、で冷凍しておけばもうこれがあればカレーができるっていうね、すごい時短です。調理をしてる間ずっと聞くっていうのもおすすめなんですけど、特にやっぱ野菜を切ってる時ってかなり無心になってずっと切ってるので、こんな感じで一人で黙々とやる系の作業ってすごいこのオーディブルと相性いいなって思います。はい、無事に料理の下ごしらえを終えて、ただいまだいたい夕方ですね。時間的には16時頃です。こっからは本日初のデスクワークの方をやっていこうと思うんですけど、こっからもオーディブルをね聞きながらやっていこうと思います。これからねやる作業が、もう編集は終わっている動画を YouTube の方にねアップロードするっていう作業があるんですけど、その作業とか、あとはねサムネ作りとか、あとは YouTube じゃないんですけど細々とした雑務が残っているので、さっきまではずっとね野菜を一人で切ってたんですけど、今度は一人でずっとね黙々とパソコン作業っていう作業をしていこうと思います。ただこういう作業ほどやっぱりオーディブルと相性がいいということで、両方別に邪魔にならないっていう感じで聞くことができるので、こういったデスクワークの単純作業系の時もオーディブル聞いて作業することが多いです。だんだんいい感じに事件がね動いてきました。時間的にはあと2時間ぐらい聞けばちょうど聞き終わるので、もしかしたら作業ちょうど終わるぐらいに聞き終わるかなっていうぐらいの分量ですね。というわけで作業頑張ります。はい、作業終わりました。あれから3時間から4時間ぐらい作業してて、やっとね一段落ですね。でその間に先ほど聞いていた作品聞き終えました。いや面白かったです。一冊聞き終える大体の平均時間って多分 4,5 時間ぐらい、4時間台5時間台ぐらいで聞き終える作品が多くて、 Amazon Audible には倍速機能がついてるので、その機能を使ってで、だいたいいつも2倍前後それぐらいで聞いていって、1冊 4,5 時間なので、昨日の夜ぐらいから聞き始めたんですけど、だいたいね作業中に聞き終わるっていう感じですね。いや今回の作品もすごく良かったです。謎がすごい魅力的だなって思いました。いつも少しオカルトというか超常現象っぽいことが関連した事件みたいな、そういった依頼がね高尾先生とね、その助手の、小鳥先生ですよね、その二人に持ち込まれその謎を解明していくみたいな感じの作品が多いんですけど、それで今回の謎は陰陽師の
呪い？呪いとか言われちゃうと、もうそれって太刀打ちできないじゃんみたいな感じで、今回はねシリーズの中でも結構手強い感じの依頼かなって思って、どうなるんだろうって思ってずっとね聞いていたんですけど、今回もね面白かったです。ちなみにこちらのねアメック・タカオシリーズの作品って今ちょうど1ヶ月に1冊ぐらいのペースで新刊がねオーディブル上で公開されています。今聞いていたのはちょうどね3月の頭ぐらいにオーディブルで聞けるようになって、やっぱりシリーズ作品追いかけてるので今月も出たって思ってすごく嬉しかったです。夕方からずっと作業してるのでもう夜ですね、夜ご飯です。その夜ご飯作りながら今度新しい作品をね聞いていこうと思います。で、何聞こうかなって思って考えていたんですけど、ちょうどいい作品が今探していたらあって、今日3作目ですね。次はウケツさんの変な家を読んでいこうと思います。こちらの作品は以前視聴者さんから読んでて面白かったですみたいなコメントも結構いただいていて、ちょっとね気になってました。話題騒然、2021年年間文芸書ランキング第6位、27万部突破のベストセラー変な家がついにオーディブルで登場。声優は現実主義勇者の王国再建記の相馬和也、ドクターストーンの石神千空役、リゼロから始める異世界生活の夏木すばる役などでおなじみの人気声優小林雄介さんほか豪華声優陣で制作ということで、声優さんがねすごい豪華なんですよね。オーディブルで公開されている作品って一人のナレーターの方が役を演じられてっていうパターンで朗読している作品が多いんですけど、複数人で多分役をねそれぞれ演じられているっていうパターンの作品になってます。だからかなり豪華、人気声優さんのあの声でこの作品を聞きたいみたいなね、そういう方もいらっしゃると思うので本当におすすめですね。声優さんの名前で検索かけてみると意外な作品出てきたりするので、そんな感じで探してみるのも面白いと思います。はい、というわけでこれから夜ご飯作るので、さっき下ごしらえしてたカレーなんですけど、それをねパパッと炒めて煮詰めてささっとカレーを作ってこようと思います。いい感じにカレーが煮詰まってきました。これでだいたい完成です。シーフードミックスとナスの冷凍食品のそれを足してます。はいはい、夜ご飯食べ終わりました。さっきまで夜ご飯を作りながら変な家をね聞いていたんですけど、ちょっと怖いやつかもしれないなって思って、まあタイトルの通りなんですけど変な家の話で、でその家がちょっと怪しい家なんじゃないかとか、その家に関するいろんな推測が飛び交うみたいな展開がね冒頭の方描かれているんですけど、なんか聞いてるとちょっと背中ゾワゾワするというか、最初の方にこの変な家一体何なんだろうっていう疑問がバーンって投げかけられて、ちょっと怖いんですけど気になってもうどんどん先を聞いちゃうみたいな感じになってます。すごい怖いんですけど、もう声はめちゃくちゃいい声みたいな、怖いけどどんどん聞いちゃうっていうような状態に今陥ってますね。あとこの作品の特徴で間取り図みたいな表紙になっているんですけど、この作品の中にも図がたくさん登場します。図〇〇を参照みたいな感じでね案内されるんですけど、作品をスマホにダウンロードすることによって付属資料っていう形でその図とかをね見ることができます。オーディオブックだからそういうの見れないんじゃないかみたいな一瞬ちょっと思われる方いると思うんですけど、それもね大丈夫です。ご飯終わったのでこれからねお風呂ですね。お風呂で聞くのもねすごいおすすめで、お風呂ってすごいリラックスするので物語がすごくねスッと入ってくるなって個人的には思ってます。ただお風呂で変な家を聞くっていうね、これがねどんな結果をもたらすのかっていうのは、聞いてみないとわからないんですけど、今先気になってるのでゆっくりと Amazon Audible 楽しもうと思います。お風呂に入りました。さっきお風呂入る前に作中に登場する家の間取りがね見れるっていう、その資料がついてるよっていうお話をしたんですけど、この作品を聞きながらこの間取り図を見るのがめちゃくちゃ面白いです。ミステリーとかでよくあるのが、その館とかその家の平面図って作品の一番最初の方についてることが多いんですけど、文章でこういう間取り図になってて、ここは誰々の部屋みたいな感じで書いてあって、でそれを確認するためにはもう一回ねその見取り図のページを開いて、あ確かにそうなってるなって確認してまた戻るみたいな、でそういう作業がね何回か発生するっていう風に
なって、でもオーディブルはそもそも文章を聞いてで物語をね楽しむっていうスタイルなので、作品を聞きながらそれと同時にこの見取り図をね見ることができるっていう風になってて、それがねすごいなって思いました。この作中で間取り図を見ながらいろいろ登場人物たちが語り合うみたいなシーンが出てくるんですけど、そのシーンを物語の中に入って登場人物たちの後ろからその間取り図をちょっと覗き見して、あ、なるほどね、そうやってなってるんだ、なるほどなるほどって一緒に見てる感覚、そんな感じだなと思って、こう文章で読むと一回一回ね行ったり来たりしなきゃいけないっていうその手間がないっていうのがこの聞く読書ならではだなって思いました。なので一回ね紙の本で読んだよっていう方もぜひこのねオーディブルの聞く読書のバージョンでも聞いてほしいなってすごいね思いました。作品の残り時間的には40分ちょっとぐらい聞けば、まあ、全部聞き終わるっていうぐらいなんですけど、お風呂上がっても結構夜なので、ここからはね紙の読書をしていきたいと思います。本の形で読む読書ですね。寝る前の時間をメインに読書をしていて、逆に言うとここぐらいしか1日のうちで読書をしていませんでした。そうなので、ここからはねもう寝ますってなるまで一旦読書をしていこうと思います。ちなみに今読んでるのはこちらの安藤義明さんの消える息子です。はい、はい、本読み終わりました。もう日付も変わり結構ねいい時間になってきたので、そろそろ眠ろうと思います。でもこのまま眠ってしまうと思いきや、寝る直前も Amazon Audible 聞いていこうと思います。スリープタイマー機能っていうのがついていて、30分ぐらいにいつも設定してるんですけど、そうやってね設定しておけばこの物語を聞きながらそのまま寝落ちができるっていうね、すごいね便利です。今日一日通していろんな場面で Amazon Audible 使ってきて、その様子をね紹介してきたんですけど、その中でも実は一番好きなんじゃないかなっていう時間がもうこの寝る直前の読書ですね。2つ理由があるんですけど、まず1つは目が疲れないっていうところ。編集でも目を使うし、本を読む時にも目を使うみたいな、とにかくいつも目を使ってるので少し休ませたいなって思うこともあって、結構長い目で見ていた時にすごい目にとってもねいいんじゃないかなって思います。2つ目が個人的になんですけど、かなり寝つきが悪い方で、これすごい悩みだったんですけど、このオーディブルを聞くことによってそれがね少し和らいだというか、やっぱり寝る前って目を閉じた後になんか不安なこととか考えてしまうことが多くて、結局そういうのがぐる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 頭の中を回ってで眠れないみたいな人だったんですけど、いろいろ考えちゃうのがほぼなくなるっていう、そのまま眠くなって寝落ちできるっていうね風になって、寝る直前に聞く読書は本当にすごい好きな時間で、この時間もすごいおすすめです。今日はもういろいろ頑張ったので、もう歯を磨いて眠ろうと思います。それでは明日の朝のまとめのシーンへどうぞ。はい、ということで翌日です。オープニングの撮影してからだいたいね1日ぐらい経ったよっていうぐらいのタイミングなんですけど、ここからは Amazon Audible を使ってみた感想とか具体的に感じている魅力などなどを最後まとめとしてお伝えしていきます。で、まず昨日密着みたいな感じでやってきて、どれくらい聞いてたかっていうのを一番最初にお伝えしておくと、だいたい合計で7時間2分とかなので、ちょうど7時間ぐらい聞いてました。昨日はね出かける用事があったり、作り置き用の料理とかしていたり、いつもよりも多めに聞いてるかなっていう日だったんですけど、だいたいこんな感じになりました。ちなみにね昨日の夜変な家無事聞き終えました。その家にまつわるミステリーみたいな感じで、怖いは怖いし不気味なんですけど、オーディブルならではのね聞き心地っていう感じですごくね楽しめました。これ何回もお伝えしてしまってるかもなんですけど、紙の本で読んだ方もぜひオーディブルバージョンで一回ね聞いてほしいなって思った作品ですね。オーディブル利用して実際にすごいなって思ったところなんですけど、やっぱり読書量を無理なく増やせるっていうところが本当にいいなって思います。このね無理なくっていうところがすごいポイントだなって思ってて、昨日のね密着の映像を見てもらってわかると思うんですけど、オーディブルを聞くために新たに時間を増やしましたっていうところが多分ないと思います。普通に日常生活を送ってきて、そこにオーディブルをプラスしてるみたいな、だから特にね一日の行動とか何も変化させることなく、あ今聞きたいな
なって思ったタイミングがそのまま読書時間に変わるので、こんなにね嬉しいことはないと。そう、読書量を増やしたいなとかいつも思ってるので、本当に嬉しいサービスだなって思います。あとこのオーディブルを利用してお気に入りの作品を再読するっていうのもねすごいおすすめです。これ読んだことあるなっていう作品を見つけてオーディブル版で聞いてみるっていうのがね個人的にはすごく楽しくて、こういう話だったなって、懐かしいんだけど実際聞いてるのは朗読っていう形で聞いてるので、紙で読んでいるだけではなんか気がつかなかったこととか、その登場人物のキャラの感情の起伏とかいろんなことが分かったりしてすごく新鮮で面白いです。昨日撮影してて改めて思ったんですけど、オーディブルの作品って繰り返し聞くっていうことが前提で個人的には楽しんでるなってすごい思いました。その再読へのねハードルがすごく低いなって思って、昨日聞いていた変な家とかもう一回聞き終わったんですけど、聞き終えた後にもう一回ね最初からまた聞こうみたいな、ミステリーとかでよくあるのがやっぱ伏線回収したいからもう一回ね最初からこう読みたいっていう、2回目読むときは結構読む印象が変わって面白いみたいなのはあると思うんですけど、そういったことをするハードルがオーディブルすごく低いので、何回も何回もね聞いて楽しめるなって、個人的にも自然とそういった聞き方をしてるなっていうのをねすごく思いました。なのでもともと紙の本で読んでたっていうのを聞くのも、まあ、再読で面白いし、逆にオーディブル版で聞いた作品を紙の本とかでも読んだりしてるんですけど、もう一回内容が頭に入ってるからスッと読めるというか、オーディブルを利用する前って紙の本で読んだ方がいいんじゃないかみたいな、そういう思いが個人的にあったんですけど、そんなこと全然なかったなっていうのはねすごく感じますね。紙の読書と聞く読書は全然対立しないなって思ったし、むしろこの両方利用することによってよりその作品をいろんな角度から楽しむことができるというか、うまく言えないんですけど、その相乗効果ですごくねその作品のことを好きになれたような気がします。あとここもねすごく強調してお伝えしておきたいなって思うんですけど、聞き放題になってからお得感が凄まじいです。オーディブルがコイン制だった時代を知ってるからかもしれないんですけど、価格破壊感というかそれを本当にすごい感じてます。今までだったら自分が読みたいって思って自分で選べる作品って月1500円で1冊だったんですけど、その1冊をねすごいめちゃくちゃ考えて選んでたんですよね今月はこの1冊って。聞き放題ってなったらもうねすごいですね。もう読み放題だからこの本気になるって思った瞬間にもう聞くことができるし、いやもういくらでも試せると思って、すでにね30作品以上読んでるので、それ以前のね月額で換算するとそう何万円みたいな感じになってしまってるけど、月額は1500円で一定のままいくらでも試せるってなったので、まあ何度もお伝えてしまうんですけど、本当にすごいことが起こってるなって、もうただただもうそればっかりですね。あとは刊行予定の作品っていうのも見ることができるんですけど、そこにある作品でなんか今後もね気になるなって思う作品どんどん出てくるっていうのが分かるんですよね。見ると具体的に言うと森博さんの S&M シリーズとか、あとは有栖川有栖さんの新作とかね、あと最近個人的に横溝正史作品配信されてたっていうのが本当に嬉しかったです。最後になんですけど、こちらの Amazon Audible のサービス無料体験がありますので気軽に試すことができます。月額1500円だよとかお得だよって言われても実際に使わないと本当のところは分かんないみたいなところあると思うので、結構そこでハードルできちゃうなって思うんですけど、その無料体験中は、まあ、いくらでもね自由に作品聞いたり、まあ、実際ねこういう使い方ってどうなんだろうとか自分ならではの使い方とか試したりできるので、本当にこれはねおすすめです。個人的にはいろんな作品があるよっていうところを皆さん実際に見てそれをね実感していただきたいなって思って、もちろん小説だけじゃなくて実用書とかね本当にもう大変なことになってます。そんな感じになっているので、たくさんの作品の中からぜひ皆さんのお気に入りの一冊を探してみてください。今回はね一日密着企画ということで Amazon Audible 生活という感じで企画動画やってみました。個人的にも大好きなサービスなので Amazon Audible いいよっていうのを伝えたいっていう思いがすごいあったし、前回ね動画の一番最後で Amazon Audible こうなったら嬉しいのになみたいな話もちょっとだけさせていただいたんですけど、今回は本当にそういうの特になくて、その時はミステリー小説の作品が増えていったら嬉しいなってお伝えしたんですけど、もうめちゃくちゃミステリー作品増えてるんですよね。
なのでこの勢いのまま国内作品海外作品含めてどんどんミステリー作品が充実していってほしいなっていう、もうただただそれだけですね。オーディブルを使う方がどんどん増えていけば作品もねどん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 充実していくと思いますので、使ってみたいなと思った方概要欄にリンクありますので、ぜひそちらから Amazon オーディブルチェックしてみてください。実際に使ってみたいですとか Amazon オーディブルの作品だったらこれがおすすめだよなどなど、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。